この曲は10期メンバーの4人が入ってきて初めてのシングル、そして、まあ、リーダーの高橋愛ちゃんが抜けて、そして、新リーダーとして新垣梨紗ちゃんになってから初めてのシングルということだったんですけど、もう本当にいろんな思い出があるなっていう感じなんですけど、まずは衝撃的の衣装ですね。こうピョコピョコウルトラって聞いて、タイトルをひよこだよ、衣装はひよこだよって言われた時に、マジですかっていう、私もう22なんですけどっていう気持ちだったんですけど、まあ、一つ年上のリーダーの新垣梨紗ちゃんが23歳で、マネージャーさんに新垣は鶏だよって言われたんですよ。鶏よりはマシかと思って心を入れ替えたんですけど、でもそのガキさんの鶏もすごい可愛く着こなしてたから、さすがガキさんだなって思ったし、あとはそのひよこが自分が想像していたひよこより全然可愛かったので嬉しかったです。なんかもう私はなんかなんて言うんだろうな、ひよこのここしか出てないかと思ったんですよ。だから前髪とかも上げて、ここだけ出してって言われるのかな、こんなんじゃ絶対やだ恥ずかしいって思ってたんですよ。でもすごい可愛らしいひよこの着ぐるみだったので嬉しかったなっていう気持ちと、あとはもう本当に10期メンバーが入ってきて初めてのシングルで、こうまあちょっとコミカルな可愛らしくって元気な曲だったんですけど、なんかモーニング娘。の曲って、まあ、全て初め歌う時とかやっぱ難しいなとか頑張んなくちゃなって思うことが多いんですけど、なんか元気系の方が私の中では難しかったりとか苦手だったりとかするので、ピョコピョコウルトラも歌う時にすごくちょっと苦労じゃないですけど、なんかうまく歌えるかなっていう不安とかもあったんですけど、まあでも元気な曲なので勢いに任せてたくさん声出そうと思ったら、もう普通にレコーディングもしっかり歌えたんですけど、これ振り付けがラッキー池田さんにつけていただいたんですよ。でラッキー池田さんの振り付けはすごく好きなんですけど、なんかちょっと独特な振り付けとかもあってすごく難しくって、ちょっと今立ってないんで表現しづらいんですけど、しかも歌の部分じゃないんですごく表現しづらいんですけど、イントロとか、まあ、途中とかでもなんか足をなんて言えばいいのか、なんかこうこうなんて言えばいいの、なんか足をなんかくねんくねんってするところがあるんですよ。いやくねんくねんじゃないな、なんて言えばいいんだろう、なんかまず左足を上げて右足を上げてっていう時があるんですよ。上の手はこうなってる時なんですけど、チャッチャチャララっていうところなんですけど、多分伝わってないと思うんですけど、なんかそこがとりあえずあるの。そこがすっごい難しくって全然できなくって、残って一人ちょっと練習してたんですけど、それでも全然できなかったので、ここができてるメンバーに聞こうと思って、その時も他の先輩メンバーガキさんとか、あと同期の田中玲奈ちゃんとかはもう帰ってたので恥ずかしかったんですけど、後輩の鞘師里保ちゃんに聞きましたねえ、里保里保って言って、ここできないから教えてって言って、まあなんか先輩としてはちょっと良くないかなと思ったんですけど、グループとしてはできてないメンバーがいることは良くないじゃないですか。なのでもう先輩としての恥は捨てて、ちょっと後輩に頼りましたねそんな思い出がある曲です。